今ね走ってきました、池添福本線ですね、この道先ほどねこっちに支線があってあの頂上の方に登っていける、道がある。これ東谷線っていう道なんですけど、この東谷線の方にね、そうしましたら引き続き、登っていきたいと思います。まあ、ここはねほぼ舗装で途中からちょっとね、一部ダートがあります。まあ、走りやすい道なんでこの道も非常に初心者様向きで、面白いと思いますので、この、池添福本線を走っていただいた後にね、こちらの東谷線もねぜひ、楽しんで、いただけたらと思います。はい、走っていきます。今ね残念ながらね、なんか最近ちょっとこの AS100 が調子悪いのか、ちょっと安いメモリ使ってるんでね、メモリが調子悪いのかして今、走ってきた、池添福本線が多分こちらの自撮り画面の方はね撮れてなかったと思いますね。ちょっと残念なんですけど、まあ、紹介動画は自撮り画像なしで、やりたいと思います。まあ、もうちょっと今動いてるんでね、この東谷線は撮れると思うんですけど、はい、じゃあ東谷線走っていきます。あ、ここ書いてありますね、はい、東谷線です。東谷線はですね、結構舗装はコンクリートで舗装されてるんですけど、なんていうんですかね、ちょっと道幅がね、かなり狭いのと急角度で、ヘアピンが、続くという、特徴があるので、まあ、そこだけ、注意して走っていただければ、まあ、この山の、ね、中腹のあたりまでね、一気に駆け上っていける林道なので、まあ、非常にね、爽やかで気持ちいい、林道です。まあ、途中景色もねすごくいいところが、あるので、まあ、そこもね合わせてご紹介できたらいいなと思うんですけどね、ちょっとね河川、の工事をしてたんですよね。これねまっすぐも行けるんですよ。まっすぐも行けるんですけども、ちょっと時間の関係でごめんなさい。視線はまあ興味がある方は行ってください。本線の方を走っていきます。まあ、河川っていうかね、高圧線か何かのね工事をしてたんですよね、前来た時で。それで走れなかったんですよ。ここにも視線がありますね。まあ、本当にね、この間の、まあ、前回多分これ何回かに分けると思うんですけど、この道は長すぎるんで、池添福本線のところでもね出てきたと思いますけど、視線がね本当にたくさんあって、上級者の方だったらね、全然入れる道ばかりなので、ぜひね、面白い道がたくさんあるので入っていただけたらと思います。こういうねコンクリートでちょっとありえない角度で曲がっていくコーナーが多いんですよ。まあ、ここはね僕もよく何回も遊びに来る場所なので、本当はね、紹介するかちょっと迷う感じのところなんですけど、非常にね、一番上は、景色が良くてね、何か弁当とか食べるのね最適ですから、よいしょ。もう工事は終わってるかな。放置してたらショックなんですけどね。まあ車の通った跡があまり今ないので、ちょっと期待が膨らみます。バイクのタイヤ痕ありますね。
当にね、一日遊べるよこの道、視線回せると本当に。で、初級コースからね、上級コースまで、まだやってるかな、取り合わせるとね、たくさんあって、まあそれはね、その状況と、それぞれの、なんていうのかな、スキル次第で、入る林道を選んでいただいたらいいと思いますけどね。いけるかな。そうですね、ここが大好きなんですよ僕。はい、これ登りますよ。こっちの上も行けます、上も行けますし、下も行けます。よし、上に登ってみようか。前下1回なんで、でもこの柵があるんでね、ちょっとこれね、その代わりこれ先行かないでください。あの先、あのそこ今曲がってこう道が続いてるように見えるじゃないですか。あのいきなり道なくなって下ストーンと落ちて殺す気かよっていう林道なんですけどね。はい、まあこの辺で戻った方がいいです。すごいね、今ちょっとこれ残念なんですけどね、網が張られちゃってるんで、なかった頃はね本当に絶景でお弁当食べるにはもってこいのとこなんですけど、まあ下はね比較的、まだ平たい場所もあるので、まあそうでもねえかな。まあでもこっちの方がまだね、いいですよね。はい、すごい景色いいとこなんですよね。気持ちいいね。はい、じゃあ登って、元の道に戻りましょう。道はですね、ちょっとね太い、道があるんで、上の方にね、その道に繋がってて、その道はですね、飯高方面に走っていくと、あれ なんていう集落があるんですけどね、集落の近くに降りていきます。で、反対側の方に行くとですね、まあ、携帯かな、あれ携帯の電波塔があって、その電波塔をすり抜けてですね降りていくと、どちらかというと松坂寄りの166号のところに、降りてこられるんですけど、まあ、お蕎麦屋さんがあるところですね。あ、今日蕎麦食いてえな、蕎麦食って帰ろうかな。それいいかもしれないですね。
ね、これからも台風が来るみたいなんで、まあどうしようかな、あの東名寄りの方に降りていっても、どちらかというと近道して帰りたいんで、松坂側に道合流したら、右折してそちら側に行きたいと思います。これがその道ですね。これこっち行くと、飯田方面、です。こっち行くとまっすぐ行くとね、厳密に言うと今通行止めなんですよ。で途中でまあ作業林道があるんで、その作業林道の方に降りていけば、飯南の方に、まあ、あそこも飯田かが降りていけるんですけど、はい、今日はじゃあ右に行きます。多分今通った車は工事、この先のね、工事の、車かなと思いますね。行き止まりになってますんでね。ここから電波塔もね、結構ちょっと距離があるんですよ。で、まあどうかな、今あの一発目がこの区間の林道のご紹介で、池添線、池添福本線、をご案内したと思うんですけど、多分そこでもう尺は切れ、1本目は切れると思うので、2本目、東谷線は2本目になっているかもしれないんですけどね。東谷線だけとして考えるとどうだろう、ちょっと短いかな短いような気がする。なんでもうちょっとなんかダラダラとこの道を走りながら、なんか喋っててもいいでしょうか。ツイッターの方とか、で、つぶやいたりね、したんですけど、一時ね、クリーブランドの、FX110 欲しいな、トリッカー重たいんで FX110 でもいいんじゃないのっていうね、つぶやきをさせていただいておりましたけども、もうね大丈夫です。皆さんご安心ください。あのっていうか、変えようって思ってた人はごめんなさいね大丈夫です。熱冷めてきましたんで、はい、まあね、特にあのトリッカ僕の動画を見てね、トリッカー買ってくれたっていう人がね、すごく何人もいるんですよね。もうこれをちょっと本当びっくりしてね、一人だけでもね、うわーそれありがたいなって思うんですけど、もう多分空並みいろいろメールとか、掲示板とかで、お話ししていただいた方で多分もう10人は絶対超えてると思うんですよね。はい、申告していただいた方だけで10人は超えてると思いますので、もしかしたら申告していただいてない方もいらっしゃるかもしれないんで、10台以上はね、トリッカーの売り上げに貢献しておりますので、ヤマハさんなんかください嘘です嘘ですよ、はい、僕がねこうやって乗ってるから、トリッカーが、売れてるわけじゃないです。トリッカーはねいいバイクです。ヤマハさんありがとうございます。こんな素敵なバイクを、作ってくださって、本当に感謝します。本当にね、オフ向きに、カスタマイズしても本当にそれなりにね初心者が遊べるようには仕上がるし、でまあ私の動画見させていただいてる方でいうとね、ピンク320ジョーカーさん、なんかはすごくオンロード寄りにね、すごくかっこよくねカスタマイズされてて、まあオンロード寄りにね、カスタマイズすればそれはそれで、峠とかもねすごく面白く走れる、とっても本当に、マルチプレイバイクっていう名前にね、ぴったりのバイクだというふうに思います。はい、まあ、でこんな素敵なバイクをね、乗り換えることはやっぱりやめようと思いとどまりました。はい、あと中でもね、空波にとってはね非常に影響力のあるお方がいらっしゃいますですね、豆大福さんという方がいらっしゃいましてですね、その方はトリッカー乗りなんですけれども、その方がね、乗り換えようかなとかっていうたびにね、私が許しませんって言って
くださるんで、はい、今回も思いとどまることができたかなと思います。うん、まあね、一人でね、ゲロバー行きたいなって、まあ、さっきもね、まあ、実はあの福本線でちょっと降りられるけども登れるかなっていうね、坂があって、まあ、そこは諦めて、帰ってきたんですけど、まあ、ああいうとこもね、多分一人でも行けると思うんですよ。うん、車重が80キロだったらね、僕でも担いで、あのぐらいの距離だったら登れると思うんで、